さあ今宵も行きましょうか。本日の事件は板橋区小茂根5丁目アパート事件でございます。この事件は非常に情報量が少ない事件となっておりますが、まあ他の事件と比べても割とマイナーな部類ではないかとは思いますが、私個人としては風化させてはいけない、そんな気がして動画にさせていただきました。また最後までご視聴いただき、少しでも興味が湧きましたら、ぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントよろしくお願いいたします。では行きましょうか。それではこの事件について皆様にご説明したいと思います。事件が発覚いたしましたのは2004年平成16年3月24日の13時頃。場所は東京都板橋区小茂根5丁目にありますアパートでございました。そこに江口さん54歳が住んでおりまして、そこに江口さんの知人が訪問してきたんですよ。ではね、この小茂根5丁目とはどういった場所なのかと説明いたしますと、まず駅から徒歩6分ぐらいの距離で割と駅近の物件となっております。で、江口さんの住んでおりましたアパートはそこまで古くはない、そういったアパートでございます。また数分歩けば非常に大きな公園がありまして、新築の一軒家もあり、またマンションもあり、人口密度高めの地区ともなっております。そして江口さん宅に着いた知人はピンポーン、チャイムを鳴らしますが応答はありません。あれおかしいな、どうしたんだろう。ドアノブを回します。ガチャ。そうするとなぜか鍵がかかっていなかったんです。ではこれから皆様に現場の状況をご説明したいと思いますが、知人はこう扉を開けるんですね。そうすると江口さんは台所で倒れておりました。その時江口さんは出血をしていたそうでございます。ちなみにもうすでにお亡くなりになっていたそうです。で、江口さんの服装はジーパン、そしてジャンパーを着ておりまして、なんと靴も履いていたんですよ。で、江口さんの横には凶器となった包丁が落ちていたそうでございます。で、ここにある間取りは実際のアパートの間取りとなっておりますので、まあ本当ね、玄関開けたすぐ目の前にもうすでに江口さんがいたというような状況となっているのではないかと思います。警察の捜査でいくつかのことが分かってきたんですが、まず犯人の侵入経路なんですが、ベランダのサッシが外側から割られておりまして、室内はタンスや押し入れが荒らされていたそうなんですよ。このことから犯人はベランダのサッシを割って室内に入ってきたのではないかと考えられております。で、いろいろ物色しておりますんで、まあ物取りの犯行だと。そしてさらには玄関にコンビニの袋があったんですよ。で、その袋の中にはなんと2月29日22時前のレシートが入っていたんですよ。ということはこの直後にやられたわけですよね、江口ちゃんは。で、ここからはちょっと考察と言いますか憶測になってくるんですが、まず最初に犯人がこう中にいたわけですよ。侵入して物色をしていて、で江口ちゃんが帰ってきます。で、ちなみにね、江口ちゃんの家からだいたい3分4分ぐらいの距離のところにコンビニがありまして、なのでまあ22時前のレシートということであれば、まあ多分22時2、3分とかそれぐらいに帰ってきたであろうと思います。なので、なんだお前はというようなことで江口ちゃんはまず靴のまんま室内に入ったと思うんですよ。そしてそこでいきなり犯人はサクッと一
ったのではないかと思います。この事件に関しては警察が発表している内容というものは非常に少なくなっております。そして今もなお未解決事件となっております。では情報は少ないんですが、まず最初に江口正信さんの情報を皆様にご説明したいと思います。で、事件の2年ほど前に江口さんの母親が他界していたそうでございます。またね、近所では子供に優しいおじさんと評判だったそうでございます。で、3点目に江口さんの住んでいたアパートの家賃はおよそ5万2000円から5万5000円でございました。で、個人的にね、ちょっと不明だなと思ったのが、発覚までに24日もの日数がかかっているんですよ。なのでもしかしたらこれは卑下することでは全くもってないと思うんですが、定職についていなかった可能性もあるのではないかと思います。まあ今のご時世ね、やっぱ全然多くありますんで、こんなことを卑下する必要もないし、まあ普通にさらっと言いますが、ここに対するツッコミとかのコメントはちょっとお控えいただきたいなと思います。普通にいるっていう前提で皆様捉えていただきたいなと思います。これらのことから考えていくと、もしかしたら江口さんは生活保護に入っていた可能性もあるのではないかとちょっと思いました。で、生活保護の盲点としては、ケースワーカーの面談とかそういったものってどうも年に2回ぐらいらしいんですよね、調べていきますと。というふうになってくると、発覚がもう本当知人で良かったなっていう部分はありますが、どちらにしても非常に遅かったのではないかと思います。ただね、ちょっと脱線しちゃいますけど、ケースワーカーさんが年に2回っていう風になってしまうのも分からんでもない部分もあるんですが、ただそうなってしまうと、その国民年金だけでは食べていけない、そういったような方々が結構生活保護に入ったりしてるケースも多くありますんで、似たような事例とか、また孤独死、そういったものもどん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 増えていくんではないかっていう懸念もちょっと個人的には持ちました。そしてさらに犯人の情報が極端に少ないんですよね。で、私実は多分なんですけど、おそらく空き巣の現場というか、空き巣の人がアパートをこうドアノブを回しているところを見たことがあるんですよ。で、その数日後に警察の人がこの辺で怪しい人見ませんでした、どうしたんですかって聞いた、まあ空き巣があったんですよっていう話を受けたことがありまして、まず間違いなくあの人だっていうふうに思ったんですけど、まあ手にね、こう手袋をしていたんで、で一軒一軒ドアノブを回したりメーターを確認していたんですよね。で、もしかしたらね、そういうことから指紋が検出されない可能性っていうのは確かにあると思うんですが、ただ少なからず靴であったりそういったものに関してはこう出てくると思うんですよ。でもその辺が公表されていないので、そんな積極的ではないのかななんてちょっと思ってしまいました。ここでもね、プラスアルファで触れておきたいなと思いますが、防犯カメラ映像に関して言いますと、この事件が起きましたのが2004年となっておりまして、2004年以降なんですよね、防犯カメラが徐々にいろんなところにつくようになっていったのは。今でこそね、防犯カメラっていうのが当たり前ですけど、この当時で言いますとコンビニとか、またその公共施設、そういったところぐらいしか監視カメラ、防犯カメラっていうのはついてなかった可能性というか、ついてない方が多かったんで、なので防犯カメラから追っていくこともなかなかもって厳しかったのではないかと思います。ただこの時間帯で少なからずね、こう返り血を浴びていたはずだと思いますんで、誰かしら見ていてもおかしくないのかなとは思いますが、はい、ではね、エピローグに移っていきたいなと思います。で、今回の事件は情報がすごく少なくなっております。もしかしたらその江口さんの身寄りがあんまりなかった可能性もなくはないかなとは思うんですけど、ただそれに比例してこう事件の知名度であったり、または警察の頑張りっていうものが変わっては
いけないと私は思うんですよね。そこって平等だと思います。だからあえてこういうふうに動画にさせていただきました。で、動画にさせていただいた理由のもう一つとして、そのいろいろやっぱ過去の事件とかいろんなのに触れていく中で気づいていったのが、その空き巣って一攫千金ではなくて、その小あたりも狙っていくんですよね。コツ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 こう積み上げていくといいますか。だからいつ何時来てもおかしくないっていうところで、そのまず大切なのは、どっかに防犯カメラが近くにあるんだったらやっぱり安心だと思うんですよね。警察もそれを見てこう判断したりするんで、そういうのがなければせめてね、こう監視カメラのダミーでもいいからそういうのを置いておくっていう一つでも全然変わってくると思うんですよ。その自分の身を守るっていうのもこのご時世大切になってくるのではないかというふうに思い、今回取り上げさせていただきました。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ありがとうございます。